フォーアート76、ワンウエストランド、遊んでいきます。今回はこちら。ヴァンパイアサブマシンガンですね。さらに爆発付き。で、私はね、ァンパイア武器ってほとんど使ったことはないんですね。もう今まで、ステルスでもう、ダメージを食らわない構成で、遊んでいたことが多かったんで。ただ最近はね、もうデイリーオプソが、ステルスが効かない場所が出てきたんで、で、そこでこのヴァンパイアを使うと、なんかスチームパックを使わずにね、もうどんどん体力を回復することができると。というわけで、今回はこちらをちょっと試してみたいですね。 で、爆発ダメージに対しても、このヴァンパイアが有効になるのかなただし、複数を巻き込まないと、あまりそこまでね、吸い取れないみたいな、そういう情報を見ましたが、そこのサブマシンガンといったら、シルバーシュラード。そいつの愛用の武器でありましたけどね。今作はまだサブマシンガンのユニークな武器とか、まだないのかなそのうちシルバーシュラードにね、ちなんだ、何らかの武器が出るかもしれませんが。まずは改造しましょうか。まだモジュールが3つほど解除してませんね。ハードレシーバー。威力を上げる。 なんか以前は、スコーチを倒すためのレシーバーそれをつけるとね、なんかファイアレートが上がったのかなただそれは不具合だったっぽくて、今修正されたようですね。ショートライトバレル。命中率アップ。あれロングバレル持ってませんね。まあ、多少伸びてるか、これで。ロングがないとちょっと厳しいかな。とりあえずサプレッサーなしで、初めはね、使ってみますか。ヴァンパイアで吸い取れるとはいえ、デンジャー状態で争ってもね、あまり威力は取らないかもしれませんからね。構成ですが、 パーセプションはコマンド系に、さらにラックで、トーメンター。これをつけていきましょうか。敵に重傷を負わせることができる。あとはデモリッションエキスパートですね。これでいきましょう。で、はじめはパーマに乗って、デイリーオプス。やってみましょうか。体力は持つのかな今回はバーローズでスーパーミュータント。で、敵はバガスする。今回簡単かなバガス系はね。しかしミュータントは結構硬そうですね。サブマシンガンでどれほどやれるのか。あとサブマシンガンは、 セミオートがないのかな全部フルオートですね。おっと、一つ目の関門だが意見的にいますね。こいつを、指切りペチペチ打っていく。弾もどんどん回収していきますか。よし、フルオート一番来る。うおヴァンパイアのサバンシンガン。どうだまだダメージ受けてないから。それほど回復は、実感できないかなまあ、ファイアプルつけてんで。爆発受けでもね、問題ありませんね。死体が吹き飛んでしまって。 弾が回収しにくいな。あそこに一体。音後ろかまずやつやるか。スッキン戦。しかし、フル音で。ちょっと玉切れ。あれドラムマガジンってありませんでしたあれ結構弾入りましたよね。付け忘れたかな、今回。まあいいや。お、しかしまあ結構なダメージありますね。い引きで撃っても。頭を打ちまくってみましたが。 そして、ライフはどうかな今んとこ、マックスからね、全然減りませんね。ダメージをらっても。これは楽ちんだね。で、デイリーオフスはね、耐久度の小モード、それは1 2分の1くらいになるから、結構打ちまくれますね。おら、そしたら、バンパイアの爆発、かなり効果ありますね。敵はまとまってなくても十分じゃないかな。この回復量はね。ほら、後を狙って、電気欲しい。 だよし、こっちはで、ち側来る頭狙ううわぁどうした全然ライフは減らんぞそら、あそこ一体、二王立ちで、やつを相手にするまず一体目、玉やはりちょっと減っちゃいますね。あまり薄すぎると。クリアしてどれくらい手に入るかだな。全部れ一体、頭打っていく 75レベル。こそ結構硬いが。サートサウシャやいや体力が減ってますが。撃てば、即回復する。おぉ。腰シダメで。犬に噛まれてるが。全然無視しても問題ないダメージ量ですねあ、ミニが結構厳しいな。連射力のある武器が。さすがに減りますね、こちらを。フルオートで撃つ必要があるそうだが。まずはミニが持ちいい。 あいつを倒そう。ほらほらほら。いや、奥のあいつが見にかくかよくわからないが、リポートを倒していく。俺としたちは、あちらに行っさっとって、370発。間に合うか、これは。あそこに、2体ぐらいいますね。しかし、慌てれば即回復。3体出てきたぞ。おっと近くに行ったようだが、近接は無視する。 しかし、よろめきますね。こちらも。当面とは効いてるかなまあ、一発が、二発ぐらいだから。まあ、よろめきは感じられますね。やつってくうわぁァンパイアの、バカ騒ぎ軍。三人称で、アートを狙っていく。爆発。何か達成されましたね。さらに一体。やつつうい、もらった。 残りはあいつか時間はああ、ちょっと間に合わせんでしたね。7分50秒。指切りで、時間をかけすぎてしまったか。おっと、あれはインシエーター新しい武器どうなんだこれさあ、めちゃめちゃ撃たれてるが負けじと、ボスを撃っていく。あとはフルオートで撃ってみるか。いや、ちょっと待って、ノックばっかりひどい。敵のミニガンかこれ。よしで。ああ、倒しまくる。うわはは ヴァンパイアなバカサマシンガン全力押しうりゃーすげえこんなの食らいたくないしかしようやく半分くらいかダメージやばい足りるかな残り100発まあ足りなければ違う武器で倒すから最後はうてててていうわうわうしうてててていあ弾が弾がなくなるしかない クワットテスラライフで登刺させてもらいます。最後は。弾切れだらいたしがなし。よしよしゃ,よっしゃやったね。さあ、報酬はレジェンダリは2つ出ましたね。夜行性の槍。優秀とは適当にチャレンジでも行なしていきますかね。デスクローを倒す一体。じゃあ、どこかここからデスクローの場所にね、向かいましょうか。やはりここから近いのはホープエルか東にガッと進んでみますか。現在グラフトンですが。 ここにいるミュータント。これを倒していきますかね。おっと。デガネいますね。一発撃ってこう。ミュータントと争ってますが。あら、ミュータントが一瞬で死んだ。さすがに近づかれるとまずいか遠方から、ペチペチ撃っていくか。あ、デンジャーだ。気づかれるの早いな。爆発武器なんでね。壊れるのはちょっと早いかもしれませんが。まずは、あの、ラットトーとか倒したいかおっと。グラフトモンスター強いね。 背中,見ている背中が弱点です、奴は。おそらく。コーション状態で撃っていくが、やはり威力減衰。遠すぎるのかね。ダメージはやや通りませんね。サプレッサーにした方が強いんでしょうけど。ま、あ、せっかくのヴァンパイアだしね。頑張ってみましょう。サプレッサーなしで。ハウンド。ハウンド一気に倒す。近づけば、ステルスでね、100ダメージ入りますね。 あ,あそこに一体。やつ一気に。倒していきたいが、デンジャー。あいつを、22ダメージ。弱点なさい。ああ頭に当てれば、40ダメージぐらい。背中を向いた隙に、撃っていく。やつも遠方から撃って、上に2体ぐらい見えますね。どうだ、トーメンター効いてるか効いてる感じはしますね。今、ヨタついていた。うわぁ、弾の消費が。 激しいな、これな。もうちょい作るか、弾薬。まずあいつだ。頭を、一気にしまくって。見つかったが、弱点で157ダメージ。さらにあそこに2体いますね。これを撃つと、気づかれるかなまず一気に1体やりたいですね。あ、達した。外したが、一気に1体を、倒していく。もう1体どこ行った 何も見えない。あら、あんな遠いとこにいるぞ。止まれ。止まったところを、超狙う。3発では倒せない。4発ぐらいか。街の離れにも、スーパーミュータントがいますね。何やってんだ何やってるか分からないが ?2 体ぐらい,いるぞ。一気に、弱点狙って、デンジャー。おっと、当たん。やつを、打ちまくる。 止まったところ撃ちまくる。一手倒したが。うわ、頭狙え。頭狙いたいが、ちょっとブレる。ラットスコロピオンか。ちょっと相手が悪いかな。もう撃ってみましょうか。四つを、チピピチと、あ、潜られる。潜られるぞ、潜おっと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 ,っと潜られる間に倒していく。では残りは、弾薬を節約するためにね。 サプレッサーをつけていきましょう。なんだこれ。お、ああ、これは誰がのキャンプかびっくりした。何かロケーションに見えるけど。あれ家のメモ。キャンプではない。ここは初めての家があったところ。シンディ、ディナー、ジェフ。こいつはジェフか。こちらがシンディー。ええー、なにこれ初めて見た。こんな場所あったの場所はこれんですね。まあ、実は見たことあるかもしれませんが。 私が忘れただけでね。こちらはケリー大佐の場所ですが、ここもよく何らかのクリーチャーがいますけど、あれは、なんだ、ラットロチか。発光するクリーチャーを倒す。それは完了しましたね。今回は特にヤー具合とかいないようですね。ここにはスコーチがいるかなアイボット。あらら、アイボットはいっぱいいる。これは核が落ちた影響で、アイボットは空いてるんですかね。なんか以前モノンガーでも、 そういうことがありましたよね。お、なんだ、急に、どんどん湧くな、ここに。核が落ちると、アイボットが湧くとか、よくわかりませんね。あれこのスキー場にも、アイボット湧いてるそんなことあんのミュウタンとはどこ行ったよくわからないか i ボ o トを倒していく。あら、病気のアイボットアイボットだらけだ。お、ここには、 ミュータンとかいますね。遠方から撃っていくぞ。近づくほどにダメージが上がりますね。さすがサプレッサー。全然バレない。ハンドがいるぞ。奴を破壊する。あと一発か。近づいて、頭を、超狙う。あら。かなり硬いね、こいつね。四五発では倒せない。デモレーションエキスパート。付け忘れていましたね。 肝心の。犬いい、ね。やつは粉砕。あそこに一体。来るか来ないな。おら、あたりちをくれ。さらにず。五六発だね。残りはそこか。きそ、おっと、レジェンダリーだ。いいぞ。しかしデンジャー。デンジャーだが、かわず撃ってみるか。しかしやつは、 撃ってきませんね。どうしたんだ再び、頭打ち負けている。なんだこいつは、完全に、無力化状態ですかほら、撃ってこないよ。どうしたのちょっと理由がわからないがててててててグールスレイヤー、ショートラジムライフル、星2つ。さらに全部にミュータントを。やつを、指切りで、撃っていく。 敵はのけぞるとね、頭がぶれるから、逆に狙いにくいみたいな、そういったことはありますね。モールラットが、あそこにいますが、バーカーで倒せさらにモールラット。やつも、撃っていく。全部に一体かちょっと見えないな。見えないが、さっと倒して。さて、デスクローはいるかな今回は。最近このデスクローがね、よく固まって登場しますが、今回どうでしょうね。 あれ狩られてるかなこれすでに。反応はないな。うん。出てきませんね。これは狩られ済みだな。お、あれは、メガソロスあ、あっと、メガソロスになんだあれゃ。ブラックウルフ。メガソロスの何か、正気を食らってしまった。ウルフを先に倒すか。さて、ヒードになったので、ゆっくりと調理しましょう。あそこにいるようだが、見えないな。 ほら、とどめ。弾はまだ多少ありますね。全部一体、ケースを撃って、脇腹をガンガン撃っていきますかどうやったんだ、あいつは。バーツで倒す。とりあえずこのまま、バークレスプリングスあたり目指しますかね。で、ワークショップのチャレンジ、それをこなしてね、完了しますか。こちらにはスナリギャスター。こいつらを倒していきましょう。 しゃがみながらあまりダメージ取れませんねまだ遠いのかこれは一体目うわー一気に打ちまくってみる三体目は湯引でやるか再び頭正確になりたいとどめバークレスプリングスにはスコーチがいるようですね早々そそに倒してしまうか頭持っていく 全部一体。頭したいかやはり結構ブレる。ケツを狙うか。ケツを狙って、粉砕。目の前立体。何かと争ってますね。ミュータントだ。先に少し倒すかじゃあ。少し倒して、ミュータントも、狙っていく。よし、これチャレンジ達成。 それでは今回はこら辺で一回終了したいと思います。まあ、ヴァンパイアの武器はね、初めて本格的に使ってましたが、まあ、減らないですね、本当に体力が。ただし、サブマシンガンは、ちょっとね、ダメージ的に、デンジャー状態で争うとね、あまりダメージが出ないから。だから弾の消費がね、結構激しいですね。で、ヴァンパイアがね、威力の高い武器だったりすると、これまたね、話が変わってきそうですね。弾の消費は少なくて、で、ライフもどんどん回復できるみたいな、そういう状況になるのかもしれない。では続きはまた次回。